まだまだだよな。ジャングルの奥のビッグキューちゃんの像に俺バチつけたよね。しばらくトゲオガードでいいか。キューちゃんのぞ。おい。どういう原理？やってまいりました、ジャングルです。急に暗くなってきたね。生い茂った木やつだが、なんとなく気味が悪いよ。アイテム10個あるな。卵だ。拾えねえ。使うもんもねえ。よし。これなんだっけ。水が吹き出て綺麗だね。この水ブロックをうまく使って穴を塞いだらどうなるんだろうね。他の穴から出てくるのかな。うわちょっとよいしょ。おわに、木から垂れ下がってあの下にぶら下がってみたいと思わないかい、マリオ。思う。クソ。まんまとクリオに誘導させられたわ。勝手に伝引っ張ってのは俺なんだよな。ファイヤーフラワーだ。どうしよう。まあいっか。いやーまあ一回捨てて、ブルキノコ食べちゃうか。ゆっくり減ってたし。キノコだ。拾えねえや。
ここってジャングルの中のどの辺りになるんだろう。ずいぶん遠くの方だよね、マリオ。変な声が聞こえてないかい。奥の方から不気味な声が。あったわ。オッケー。ギャーオー変な声聞こえてるわ。これ以上ないくらい変な声が聞こえたわよ。先生声できるのかな。えい。あ、できたわ。おい、なんか、カメ来るぞ。ホワイトカメ。カメ一族の魔法使い。白い服がなんとなくくれたね。HP は11、攻撃力は3、防御力は0。1体を回復するときは5。全体回復するときは3の回復魔法を使ってくるんだ。こいつは早めに倒した方がいいと思うよ。だね。回復系は厄介だね。モリグラを歌ってもらいましょうか。眠りがなんか草によく効くからな。ああ、やっぱあいつには効かないんだ。いて。残っちゃった。よし。あ、やべ。4とかだったな。よし、オッケー。うわ、めっちゃ、うわー、どうしよう、これ。いらない。金だー。お。でっけー。でかすぎるなー。大きな木だな。ジャングルの中にある木の中でも一番大きいんじゃないかな。とにかくすごい大きさだね。でかすぎるんだよね。星ブロックとかないですかね。BGM ええなぁ。木の中に木が生えてるの怖い。違う植物が生態系が発生してるけど。随分広いようだね。ここが木の中なんてちょっと信じられないよ。ずいぶん高いところだね。下のジャングルが小さく見える。でも下を見ると怖いな。確かにな。お。ハッピーハートー。外は明るいはずだけど、この中からじゃ分かんないよね。それにしてもすごい広さだね。本当にね。ジャングルの虫、ビクキューちゃんの住みかなんだよ。ビクキューちゃんが乗ってもビクともしないとだよ。さすがにしっかりしてるんだね。ビクキューちゃん。
本当に大きくてびっくりだな。何でもできるって言われてるんだって。頼りがいがありそうだもんね。お、よく来た。誰かがここに来るな、何年ぶり、忘れちゃったほど久しぶり。いかにも私はこの島の主、ミクキューちゃんだ。困ってることなら何でもかんでもどんと言うや、どんどん言うがよい。苦しゅうない。おう、あんたが魔力か。なるほど、了解。火山に行きたい道、行きたしい道はなし。それで困っているわけだね。オッケーと助けてあげる。実はこのビッグキューちゃん、あんたがここに来ることは星のお告げを聞いて知っていた。あんたにはすごく大事なものがある。でもそれは後で。まずは火山へ行くための道をなんとかしてあげよう。キッキュー。足で飛んでるのかな。キッキュー。よく来たキューちゃんたちよ。お仕事ができたのだよ。これから説明するのでよく聞くように。ということなのよ。よく聞いた。聞いたならよろしい。さあみんなで行くのです。ささ私の後に引き継いでくるのです。ドゥーン、じゃあ俺もついてくか。イエーイ。おりゃっさーさー、おりゃっさっさー。さあさあ行くのです。歩き方かわいいな。はい、わかった、準備はオッケーだ。さあ、キューちゃんたちを道を作るのです。あ、しばし待ちなされ。これはキュッキュッキュー、完成なのです。キュー。さあこれで火山に切れるようになった。おお素晴らしい。これで火山の中に行くことができそうだよ。ではマリ君、お先に行かせてもらうよ。古代のお宝が私を呼んでいる。あのノコノコ先に乗ってくなんて結構ズルズルしいな。それはともかくさっき言ってたすごくて大事なものをあげよう。さあこれを受け取るといい。ウルトラストーンをもらった。ランクアップの時に仲間をウルトラランクにできる、不思議ないし。そいつは大昔ミクキューちゃんがこの島で見つけたウルトラストーンを、そいつを持っていれば、もしこれからあんたがスーパーブロックを見つけた時にスーパーランクになっている仲間をさらにウルトラランクにパワーアップすることもできるのだ。仲間のパワーアップがあんたの冒険をうまくするための鍵となるだろうと星の精がお告げで言っていた。くれぐれも大事に持っておきなさい。では私は帰る、さようなら。キューちゃんだよ。ずんぐりむっくりでほわほわしてるから手触りがいいんだよ。キュッキュッキュー、イエーイ、コン。さてコン、ちょっとスーパーブロック叩いてくるか。キノコタウンの噴水のとこにあるやつ。噴水？あれは噴水なのか。水は出てねえな。よし、これはね、おぷくさんにね、あれだね、ランクアップしてもう火山で早速活躍してもらいましょう。オッケー、帰宅。預けに来た。
ファイヤーフラワーを預けたいです。はい、スピードリンクも預けたいです。で、引き取りに来ました。ユンキアコンコンを、はい、もう一個あったでしょ。これでいいでしょ。キュッ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 、キュウちゃんかわいいな。よし、じゃあここで一回録画切り替えるか。よし、続き来るよ。火山の入り口近くだよ。奥へ奥へと進んでいこう。一体どんな風になっているのか、やっぱり興味あるよね。もうこの煙がめちゃくちゃ有毒なんだろうな。お、マリオと判明。ボスに報告報告報告。喋るんだな。なんだか危険な香りがしている。しかし冒険に危険はつきもの。今の知られざるお宝を目指して前進あるのみだよ。あっつー、なんだこの家は、沈むじゃないか。どうぞマリオくん、ぜひとも先に行きたい。あちちち、あっかりん、大丈夫そう。ほい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 、溶岩が流れてるよ。熱いはずだ。ここを渡っていくんだよね、マリオ。そうだよ。ほい。ちょっと待って。バッチ変えなきゃ。トゲじゃねえな、もう。アイスやな。アイスの力。お前今一瞬落ちなかったか。クリオ。モノシーン。バブル。火の玉モンスターバブルだ。溶岩の近くに生息しているんだ。最大HPは9、攻撃力は4、防御力は0だ。熱い火の玉だから踏んづけたダメージを受けるからね。時々俺たちの攻撃しくな、続けたダメージは2だよ。火だけに水や雪の攻撃に弱いんだよ。HP9 もあるんだ。じゃあアイスの力つけてても2回振ってもダメだな。まあ、とりあえず踏むか。あれ、あ、そっか、石かバジーがついてるから攻撃力が上がってるんだった、忘れてた。じゃあ2回踏んだら倒せるな。オッケー、さて、ね、あかりん、あかりん、ちょ、逐一確認はしておこう。結構広いところだよ。火山って深い穴がボコボコ開いてるんだ。開いてるな。コン、アイテムは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個あるから、これ使ってみるか。で、あいつ炎の攻撃が効かへんからな。まあ一応このまま行っ
ってカンってなる。防御かけんだよな、どうしよっかね。あっかりん踏めないしな、やるこんない。地震ハンマーでひっくり返しとく。防御なすか、地震ハンマーって強えな、こう考えると。あかりになくてもよかった。うわよし、あれなんか下に行く見ちゃった。なんだ。あー体が。とりあえずこっち行くか。覚えてねえもんだな。何があったかとか全然覚えてない、ね、ファイヤーバーって厄介だねマリオ。でもなんだかなるよね。そうだな、一面でジャンプしたからな。ブロックだー。連続頭突き、ファイヤーコーラ、ウルトラ爆発、乱れ飛び、ハリセンビンタ、しびれ波動。クリオかな、連続頭突きしてもらおう。はい、セーブしとくか。チャラー、なんか途中にバッチあったな。奥さん強えなめちゃくちゃ火力ある。左行くか。あれー、これは正解かな。坂道だよ。天然の 地下道だからデコボコして進みにくいよ。明るくて広い部屋だね。溶岩って結構明るいんだ。実際明るいのかな。下はこれ今のハンマーじゃ壊さないブロックだよって言われるから。壊せないブロックだよ。もっと強力なハンマーがあれば壊せるかもしれないね。あれじゃーん、これのこのブロックにも説明あるんかね。なさそう。大丈夫です。
そこでさ、溶岩止めたらさ、上からさ、なんか溢れないかな、大丈夫かな。よし。ところどころで溶岩が流れてて、俺たちの邪魔をしてるよね。あぶい。オスモーションにならんかったずれてた。赤いカメックおるぞ。レッドカメックだよ。カメ一族の魔法使いだ。赤い服は結構派手だね。最大 HP は11、攻撃力は3、防御力は0だ。仲間の攻撃力をアップさせる魔法を使ってくるんだよ。その前にさっさと倒しちゃおう。そいつは厄介だね。1アップ。これカメキの攻撃って当たるんかな。浮いてるけど当たるんだ。よし、いいでしょう。ホワイトカメクロール、よし。64コントローラー欲しいなこれ。マジであのオブクさんの技使いづらいわあれ、一番最後のやつ。やったー、ウルトラハンマー。ハンマーの攻撃力がアップ。さらにメタルブロックを壊せるようになったぞ。これどういう素材なんだろうな、ウルトラハンマーの素材。